配球はこうして生まれていく。ハザスリベロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、配球がどのようにして生まれているのか深掘りしていきたいと思います。アニメ派単行本派の方はネタバレにご注意ください。配球が生まれるために必要なもの、それはズバリ取材です。その取材にてどのようなシーンが生まれたのかを深掘りしていきましょう。歴代担当者さんが口を揃えてすごいという古舘先生の取材力、これを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まず一つ目が取材のやり方ですね。古舘先生は大きく分けて2パターンあるみたいです。まず一つ目が、この先にあるエピソードを書くためにこういう話を絶対に聞かなきゃっていうパターン、これはビーチバレーとかが当てはまるみたいですね。そして2つ目、何でもいいから話を聞いてくるというパターンがあるみたいです。まず一つ目のパターンの場合から見ていきましょう。先に行われた東京オリンピックでも日本代表として活躍されていた清水邦弘選手への取材がこのパターンに当てはまるそうです。清水選手はビーチバレーを経験しインドアに戻ってきているといった経歴があるんですが、そんな清水選手にはビーチを経てインドアの硬い床は怖くなかったか、インドアからビーチに行って感じた違い、インドアに砂から戻ってきてどのように成長したかなど、こういったことを聞きに行くぞと決めて取材を行ったそうです。ただ取材の流れとしましては、東さん曰く雑談が多かった印象があるそうですね。こういった時、古舘先生は基本ざっくりした質問だけ準備して回答から膨らませるという形で取材を行っているそうです。これは取材は雑談が大事っていうタイトルにもつながってきますね。そんな清水選手との雑談の中で得た話もいっぱいあるみたいで、ビーチのトーナメントで全然勝てなかったこと、ビーチをやって改めてバレーボールの楽しさに気づいたこと、競技者としてのレベルが上がっていくことが楽しいと気づいたことなどなど、雑談の中で知れたそうです。これは日向がブラジルに着いたばかり、試合に勝てなかった頃の話だったりとか、及川とのやり取りでできるようになるの何回でも楽しいですって言ってたのに繋がりますね。そしてパターン2なんですが、このように何でもいいから話を聞くぞっていう取材で得られたことはかなり多いようです。例えば猫又監督のネットを下げればいいという発言、あれは取材先のバレーボール教室でネットを下げてアタックを小さい子に打ってもらうようにしているという言葉が元みたいです。そして青葉城西の月曜オフというのも東亜学園さんの取材で得たものだそうですね。これは配球極みのインタビューの中でも少し触れていましたが、球速とサボりは違う、休み方の意識による、この言葉が及川の名言につながっているみたいです。そして雑談が大事と言っていた編集者さんがテレビにて漫画は1話目でどこにたどり着くかを言わないとダメだよと言っていたのも配球に組み込まれているそうです。それが1話で日向が影山にお前より長くコートに立つと宣言していること、こういった雑談や見ていたテレビからもヒントが得られてるんですね。そして雑談っていうのはもちろん取材の時も大切なんでしょうけど、私生活や仕事、恋愛とかにおいても大切ですよね。雑談で大事なのは聞く力、傾聴力っていうのをいろんなところで聞くんですけど、自分の話をどうしてもしてしまったりとか、話題の膨らませ方が下手くそだったりとか、相手が話していた内容と違う話をしちゃったりとか、なかなか難しいんですよね。このインタビュー内で古舘先生は雑談って難しい、楽しく雑談できるってすごいと言ってますけど、これだけの話を引き出している古舘先生の聞く力はすごいと思いました。そして春高についての取材の話もありました。古舘先生は毎年春高の取材に行っていたらしいんですけど、その時たまたま相馬高校の太鼓部さんに遭遇したみたいです。これは29巻252話のおまけページにも少し書かれていました。配球がまだ影も形もない頃に相馬高校の太鼓部さんの応援に心つかまれて、応援は絶対太鼓と決めていたそうです。連載が始まるよりも前から太鼓での応援の構想はあったってことですね。29巻252話で出てきた時は満を持してって感じだったのかもしれないですね。そしてカラスの大鼓を書くために相馬高校さんの練習も見学させていただいたと書かれていましたね。そして V リーグの取材についての話なんですけど、古舘先生が特に注目していた部分があるそうです。それはどこでしょう。正解はテレビで映らない部分だそうです。急にクイズ形式させ、例えばサーブ前のルーティーンとかはテレビに映らないことが多いから注目して見ていたそうです。そしてその会場にある機材や機材の裏側とかも見ておいた方がいいと言われてました。こういう細かいところもしっかり見て写真を撮って書いてくださってるから、読んでいて違和感がないですよね。最後にそんな写真についての話もありました。会場の写真を撮るときは全角度を撮ることを意識していたみたいです。簡単に説明しますと、立っている
ている場所から360度ぐるりと撮るイメージですね。そしてコートから撮るときはコートの真ん中やエンドライン、ネット際、四隅からなどなどできる限り全部の角度から撮るみたいです。バレーはローテがあるから同じキャラの目線でもいろんな角度や位置からボールや相手を見ますもんね。その分写真を撮るのも大変だったんじゃないかなと思います。こういった丹精こもった取材があってこその僕たちが読んで楽しませてもらっている配給ですよね。古舘先生本当にありがとうございます。取材や資料が命であるスポーツ漫画、その中から古舘先生が作品に生かす時の基準やリアリティの生み方とはどのようになっているのか見ていきましょう。まず一つ目、資料で参考にしているものですね。古舘先生が資料や実際のバレーの試合を見て何を参考にしているのかと言いますと、ズバリ漫画でやったらかっこよさそうなものみたいです。それではここでクイズです。具体的にどのような場面が作品に反映されているでしょうか。正解はビーチで日向がやっていた砂で風を読むやつです。これかっけーって思って絶対にしてやるって思ってたみたいですね。ちなみに古舘先生はビーチ特有の縦風横風やバッドサイドグッドサイドなどの言い回しに対して分かりやすいしめちゃくちゃかっこいいと思ったそうですね。そして次が主な参考資料です。 YouTube や雑誌の月刊バレーボール、もちろん普通に試合を見ることも大事とお話しされてます。ビーチバレーに関しては専門誌のバックナンバーがネット上に残ってなくて、担当である東さんが集めたそうです。担当者さんの仕事の大切さや裏方での活躍っぷりが垣間見えましたね。読者を代表いたしまして、東さんを含めた担当者の皆さん、本当に資料集めなど裏方での仕事お疲れ様です。ありがとうございます。あと日向がビーチをやるきっかけになった宮城県1年生選抜強化合宿での2対2なんですが、あれは配給を読んだ指導者の方が送ってきた DVD の内容を参考にしているそうです。内容は今の世界基準のバレーを説明しながら2対2の練習をやるというもの。あの選抜強化合宿の2対2を見て僕も2対2が大好きになったので、 DVD を送った指導者の方ナイスです。僕からも送っていただきありがとうございます。というかむしろ僕もその DVD 見たいんで送っていただいていいですか。なんておこがましい。もう一つ外せない資料があるみたいですね。それがバレーペディアという本らしいです。めちゃくちゃ頼りにしていたそうです。この本でバレーの戦術や主に用語の方はこの本を基準にしていたんだとか。ふむふむ、なるほど、バレーペディアとな。ということで買ってみました、バレーペディア。見てください、バレーボール百科事典ということでですね、これね中見たらすげえ面白い。クイックとかねもちろんあるんですけど、このダブルクイックとか、これ稲荷崎がやってましたよね、ダブルクイック。あとですね、パイプ攻撃、これ猫間がやってて取り入れましたけど、そういうのもあるんですが、配球でも出てこない言葉もあります。例えばこのビッグ、早いタイミングでのバックアタックのことをビッグって言うらしいですよ。これですね、ぜひバレーペディアだけの動画を作りたいなと思ったので、ぜひ見てください。これ本当面白いで、おすすめです。皆さんもうバレーをやられてる方は特におすすめ、このバレーペディア。 Amazon で僕買いましたので多分買えると思います。皆さんもよかったらぜひゲットしてみてください。ということで動画に戻りまーす。そして最後にリアリティを大事にしているということに触れていきます。古舘先生はバレーをしている人から見たリアリティさはむちゃくちゃ気にしていたそうです。これに関しては読んでても伝わりますよね。特にその人がそれを本当に言うかは大事にしていたとのことでした。これ言わせたでしょって感じさせないように気をつけていたということですね。ここだけの話、ぷよくえと配給のコラボの時、日向のセリフでこれを感じちゃいました。日向こんな言い方するみたいな感じで思っちゃったんですよね。でも古舘先生はその違和感がないように努めてくださってるんですよ。担当の東さんが限られたページ数で話をまとめるために、ここでこいつにこう言わせないと話がまとまらないよという場面はどうしても出てきてしまうと思うんですがと古舘先生に尋ねてるんですが、それに対し古舘先生はこの人がこれ知っててくれないと面倒くさいってことはあると、解説者たちが事情を知らないゆえに面倒だなと思うことはありましたって言ってます。要するに春高の解説者たちは学校の内部事情には詳しくないから、言ってほしくても言わせられない言葉があるということみたいですね。そうなったら野蛇の大将とか宮ツインズ、五色天道、シラブ、そして伊達校の選手などなど、内部に詳しいまたは体験している分そのことを言わせることができるという欠かせない重要な役割だったってことですよね。実況や解説者だけじゃなくて、今まで対戦したキャラたちが解説してくれるっていうのは見ている側からしたら激アツだったんですけど、そういう意味だけじゃなくて体験しているから詳しく言えるってところもあったと。ちなみに配球を代表する一コマでもあると言っても過言ではないエアーサロンパスの匂い、これは
古舘先生の高校の近くにあった体育館がエアーサロンパスの匂いでそこから来ているそうです。ただ匂いがするのはそこの体育館くらいで、仙台市体育館も東京体育館も総合体育館もしなかったそうです。余談ですが、僕もまだ体験できていません。悔しい。こちらのインタビューはジャンプの漫画家になるというサイトにて無料で読むことができます。この動画の説明欄にも URL 貼ってますので、ぜひご覧ください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もっと配球を楽しめるコンテンツを投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価にて応援よろしくお願いします。ということで本日もあざした。はい、ということで番外編アフタートークです。配給だけじゃないんですけど、その作品がどのように作られているかとか、どんな感じで出来上がったのかとか知るのが個人的に大好きなんですよ。そしてそういう過程を知ることでより一層配給が楽しめると思ってます。なので裏側だったりとか、古舘先生のインタビューとかコメントについての動画を出すこと結構あると思います。なので皆さんぜひ見ていただきたいですし、この動画を見ることによってより配給の細かいところまで深く楽しんでいただけたらと思います。裏側動画をまた投稿した際はぜひよろしくお願いします。ということで本日もありがとうございました。